英雄たちは襲ってくる己の幻影に打ち勝ち、試練を乗り越える。ついに連合軍は魂を解き放つ神器を手中に収めた。だがそんな時、拠点に残った陽動部隊から火球の砲が入る。陽動作戦を実行し、ハデスの目を冥府より遠ざけていた彼らはついに追い詰められ全滅の危機に瀕していた。連合軍は仲間の窮地を救うため急ぎ取って返すのだった。陽動部隊は籠城して抵抗を続けているか。しかし想像していた以上に敵の包囲が厚いな。簡単には突破できそうもない。この状況、城内の者たちはさぞ疲弊していよう。かの部隊を率いているのはリクソン殿と東堂高虎殿です。治癒に秀でたお二人ならきっと師匠兵を励まし最善を尽くしてくださっているはず。だがいかに優れた将といえど、いずれは限界が来よう。そうなる前に敵の包囲に突破口を開かねば。せいぜいあがくといい。冥府の王が姿を現すまでな。騒ぎを聞きつけた奴は必ず現れる。その時こそ先の戦いで受けた恥辱を注ぐとしよう。オーディンめ、また勝手な真似をするつもりか。奴とはハデスを止めるという目的のみを共有しているに過ぎん。まあ好きにさせてやることだ。オーディンの言う通り、いずれ必ずハデスが現れ、その前に何としても城内の者たちを救わねばな。留守を託した者たちが敵に囲まれておる。早急にわしが救援に向かってやらねばなるまい。リクソン殿、高虎殿、待っていてください。必ずあなた方を守ってみせます。高虎殿、本体が帰還しました。ここを耐えれば勝機が見えるはずです。ああ、もう一踏ん張りだ。みんな守りを固めろ。その鮮やかな手並み、日々の修練の賜物だな。君ならばさらなる畳を目指せるはずだ。風を変えるか。正面から突破するのは時間がかかりそうだ。私は東側から救援に回ろう。ハデスは現れていない。奴が姿を見せるなら共に吹き荒れよう。私は好きにさせてもらう。ただの気まぐれだ。ちょっとオーディン、相変わらず勝手な子ね。今より敵陣を突く。一つ残らず打ち砕いてやる。敵の勢いがこれほどとは。急がねばならぬというのに。このままじゃ俺たちは。畜生、助けはまだなのかよ。あなたはとても強いのね。私が守る必要なんてないかしら。城内の味方が敵に押し込まれているようです。急ぎ救援に向かいましょう。我らだけでは到底太刀打ちできん。ここで死を待つしかないのか。吹き荒れよう。あと一息で敵の囲みを突破できそうよ。敵将打ち取って。城内のみんな、もう少しだけ頑張って。ハデス様から賜ったとっておきの策、存分に味わえ。見事だその武略。
100の兵より頼もしい。あの人影は味方が到着したぞ。門を開けるぞ。待てよ、こいつらよく見たら敵だ。わざわざ敵を迎え入れるとはどしがたいな。敵の侵入を許したか。だがここで屈しはせぬ。出るぞ。目障りな幻影ども、残らず滅ぼしてくれ。皆奮起せよ。あと一息で押し返せる。腕は認めてやるわ。オーディン殿、まさかあなたにご助力いただけるなんて。助力勘違いしないでもらう。私は冥府の幻影とやらが気に食わぬだけ。その鮮やかな手並み、日々の修練の賜物だな。君ならばさらなる畳を目指せるはずだ。加勢感謝する。今より反撃と参ろう。いや、バカな、遅れを取るだと。やった。敵を打ち取った。ここで散ることになるのか。エルスコ、出るぞ。風を変えるか。出るぞ。一つ残らず打ち砕いてやる。終わりだ。やっせい。えい、敵将。素晴らしい活躍。打ち取ったぞ。人間の力を見ることができてわしは嬉しいぞ。目障りな幻影は全て葬り去った。みんな私に続け。援護する。ここまでよくあがいたものだな。褒美として俺が直接息の根を止めてやるよ。待ちわびたぞ、ハデス。今こそこの手で貴様を葬り去ってくれよ。ハデスが現れたが、神々の王たるわしが直々に相手をしてやる。一つ残らず打ち砕いてやる。終わりだ。みんな吐きます。ハデス、君の暴挙私が止めてみせる。見事だ。その武力、百の兵より頼もしい。私では勝負にならん。風を変えるか。出るぞ。やあ、風を変えるか。その鮮やかな手並み、日々の修練の賜物だな。君ならばさらなる高みを目指せるはずだ。ハデス、滅びは貴様にこそふさわしい。その身に刻んでやろう、私を利用した報いを。本当に役に立つ駒だったぜお前は。がもう出番は終わりだ。おとなしく眠るがいい。おう、やるではないか。まさに無双の働き。人間の力も侮れんな。
加勢感謝する。今より反撃と参ろう。随分と張り切っているようだな。お前の活躍は見ていて気持ちがいい。我が豪遊とくと味わえ。という屈辱。ゲルト、セイ、ヤン、セイ、ハッタ、さあ来いよ、冥府の王が、あんたの魂をもてあそんでやる。なかなかいい攻撃だったぜ。ま、俺には全然効かないんだけどさ。見たか。みんな、行きます。今のは結構効いたぜ。なんちゃって。楽しかったぜ。だが、お前たちで遊ぶのも飽きてきたな。次で決着をつけるとしよう。ゼウス、ユグドラシルで待っているぞ。ハデス、行ってしまったか。ともあれ、ひとまずはしのぎきれたようだな。さて、この地に再び集いし英雄たちよ、その力わしにもう一度貸してもらいたい。この異界と我が兄の野望を打ち砕くためユグドラシルへ進むとしよう。リクソン、タカトラ、そして彼らに力を貸してくれた皆も本当によく持ちこたえてくれました。あなたたち人間は本当に強いのですね。いや、称えられるような活躍はできていない。結果としては無事に済んだが、多くの兵の命を危険にさらしてしまった。本隊が駆けつけてこなければ、おそらく最悪の事態は避けられなかったでしょう。救援、本当に感謝します。そしてオーディン殿、あなたにもお礼を言わせてください。あの時、お前が幻影の相手を引き受けてくれなければ、おそらく俺たちは今ここにいなかっただろう。お前には助けられた。言っただろう、私はあくまでも目障りな幻影を始末したに過ぎぬ。だが、生きた駒が多くて困ることはない。拾った命でせいぜい私の役に立つがいい。まったくもう、お礼くらい素直に受け取ればいいのに。結果的にとはいえ、あのオーディンが人間のために力を貸すとは、少なくとも以前の奴にはありえなかったことだ。オーディンも変わりつつある。そう思っていいのだろうか。いい風向きになったか。先の戦いで退治したハデス、ユグドラシルの力を得てかなり強くなっていたわね。こうしている今も、奴はあの巨木から力を吸収し続けている。いずれ何者も手が出せなくなるだろう。ふん、神をも滑る存在になるか。奴の不尊なる望みが叶うというわけだな。そうなる前にハデス殿を止めねばなりません。冥府より持ち帰ってきた神器を使えばそれがなせる。そうですね、ペルセウス殿。ああ、そのはずだ。
ユグドラシルに核として囚われているオーディンの魂を神器の力で解放する。そうすればユグドラシルは力を失い、結果ハデスの力も削ぐことができるはずなんだ。煮え切らぬ物言いだが無理もないか。このような事態、前例などあるまい。そしておそらく最初で最後となるのだろうからな。ええ、悔しいけど今の私たちはこの可能性にかけるしかないわ。英雄たちよ、この事態を引き起こしたこと、ハデスに代わってわしが詫びよう。本来ならば神である我らがこの事態を収束せねばならぬところだが、情けないことにそれはかなわぬ。しかしお前たちと進めば危険な賭けにも打ち勝つことができるであろう。わしらと共に世界を守ってほしい。何を今さら。この世界に関わった時から我らも立派な当事者だ。改めて頼まれずとも戦う覚悟はとうにできている。散々振り回されてきたのだ。ここまで来て結末を見届けんわけにもいくまい。最後まで付き合ってやるからな。ゼウス殿、共に参りましょう。世界の崩壊を阻止し、ハデス殿との戦いに決着をつけるために。よかったわね、ゼウス。あなたを支えてくれる者たちがこんなにいるんだもの。きっとうまくいくわ。うん、では進むとしよう。決戦の地、ユグドラシルへ。